こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画ではユニクロのデニムの中で今一押しのものをですね、実際に買ってきましたので皆さんにご紹介ができればなというふうに思ってます。まあ、ユニクロはですね、やっぱりデニムがめちゃくちゃ優秀なんですよね。まあ、価格は4000円で非常にですね、質の高いデニムが手に入るので、まあ、多くの男性がですね、一度は経験したことがあるかなと思うんですね。まあ、僕もデニムは大好きで、様々な価格帯のものを買いましたが、まあ、その中でもですね、ユニクロのデニムのコストパフォーマンスの高さというのは、もうめちゃくちゃ実感をしているわけですね。まあ、正直最近デニムはですね、そこまで人気アイテムというわけではないんですが、価格帯を抑えたものの中では、もうユニクロが圧倒的に品質が良くてバランスもいいのかなと思ってます。まあ、それ以上の価格帯になってくると一気に上がって、個人的には2万円ぐらいのですね、レッドカード、このあたりがすごくいいかなと思ってまして、その上になると3万円を超えてくるわけですね。例えば AG だとか、あとはですね PT トイノだとか、このあたりのデニムもすごくかっこいいなと思っていまして、普段のスタイリングでご提案することも多いんですが、なかなかここまで行ってしまうと手が届きにくいかなと思うんですが、4000円でシルエットが良くて、なおかつ色落ちの雰囲気なんかも含めて完成度が高いのは、まずユニクロで間違いがないのかなというふうに思っています。まあ、そんなユニクロのデニムの中で、まあ、定番といったらですね、やっぱりブルーデニムかなと思うんですね。まあ、このようなブルー系のジーンズというのは一番定番的で、僕も動画の中で何度もお伝えしてきてるかなと思います。まあ、色落ちとしてはそこまで強くないもの、こういったものがですね、僕ら大人世代には使いやすいですね。まあ、いつの時代にもですね、定番的に使えるようなデニムの色かなと思ってます。ただこのようなベーシックなデニムにも弱点があって、なかなかですね、変わり映えがしなくて、ちょっと退屈に感じることもあったりするんですね。まあ、僕自身がそうで、デニムを長らく履いてきて、今はですね、こういった定番的なデニム、ちょっと気分じゃないなっていうのが正直なところなんですね。まあ、このあたりはどんなものが旬なのかは時代によって変わってくるんですが、今はですね、デニムの色としては最近ここ1、2年なんですけども、リジットデニムと呼ばれるような色落ちをしてないようなクリーンなデニムですね。こういったものがいろんなブランドから出てきていますね。まあ、今僕が持ってるのは、先日動画の中でもお伝えさせていただきました、ファブリック東京で仕立てたデニムスラックスみたいなもので、まあ、正確に言うとデニムではないんですが、まあ、色落ちのしてないですね、クリーンな雰囲気のデニムというもの、こういったものがですね、今はトレンドになってるかなと思います。まあ、大人の男性にもですね、こういった色味は似合いやすくて使い勝手がいいかなと思うんですが、なんせユニクロではこういったものが取り扱いがないんですね。そこで僕がですね、今回皆さんにお勧めしたいデニムというのがですね、こちらなんですね。はい、見てください。色味なんですが、こちらはですね、ブルーではなくてグレーなんですね。なかなかですね、グレーのデニムって見たことがないとか、あとは履いたことがないという方は少なくないかなと思うんですが、結構ですね、定番的な色味ではあるかなと思ってるんですね。様々なブランドから展開があって、実はもう一本ですね、グレーデニム今日持ってきたんですが、僕がですね、結構動画の中でも履いてるのがこちらのグレーデニムなんですね。先ほどもお話出てきましたが、レッドカードというだいたい2万円前後で買えるデニムなんですけども、僕はこれをですね、最近はよく履いてるんですね。ブルーよりも今旬な感じがするのはグレー系デニムかなと思います。まあ、いくつかメリットがあるのでこの後お伝えしたいんですが、このレッドカードのものもすごくいいんですが、なかなかですね、手が届かない方が多いかなと思うので、そんな中ですね、このユニクロでグレーデニム、久々にですね、僕は購入したわけですね。今から12年ぐらい前ですね、僕が独立したての頃っていうのは、結構ユニクロでもグレーデニム頻繁に扱っていまして、よくスタイリングでも使っていたんですが、まあ、しばらくですね、見ない時期が続いて、ここ1、2年ぐらいでこういったグレーデニムがようやく出てきたんですね。確か去年はスリムフィットはあったと思うんですが、スキニーはなかったような気がするんですよね。でも今シーズンは僕の足にはですね、スキニー型が合うので、そのグレーデニムが出たということで早速買ってみたんですが、これがなかなか良かったので、この後実際に履きながら皆さんにレビューをしてみたいなというふうに思っています。4000円で買えるグレーデニムの中ではこれが間違いない選択かなと思うので、この後ですね、実際に履きながら皆さんにレビューをお届けしてみたいなというふうに思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしています。もう少し中級者向けのアイテムですとかコーディネートに関しましては、僕はもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方でご紹介してますので、気になる方はですね、こちらの動画
動画の下の概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらの方からチェックをしていただければなというふうに思っています。それでは早速行ってみましょう。はい、ということで実際に履いてみました。どうでしょうか。なかなかですね、色の雰囲気も良くて、個人的にはですね、すごく気に入っているんですね。定番の色落ちのブルーデニムと比べるとシャープな雰囲気がするかなと思います。まあ、ブルー系というのはカジュアルな印象なんですが、こういったグレーというのはですね、より大人っぽく、どちらかというとですね、クールなイメージにもなるので、この色合いが僕は大人の男性には似合いやすいんじゃないかなと思ってます。まあ、ちなみにですね、ブルーデニムも近くにあるので、このように見ていただきたいなと思うんですが、やはりですね、ブルーの方がカジュアル感が出るんですね。そして、まあ見慣れているところもあって、定番的には使いやすいかなと思ってはいるんですけども、どうしてもですね、見栄え的にはそんなに人との違いが出しづらいですし、そこまで新鮮な感じがしづらいんですが、まあこういったグレー系のデニムを取り入れることで、だいぶですね、新鮮さは取り入れられるのかなというふうに思ってます。まあこのグレーの濃さだとか、色落ちの雰囲気だとか、それがですね、ブランドだとか価格によって変わってくるんですが、やはりですね、レッドカードのものと比べれば、その違いは僕にはわかるんですが、パッと見だとですね、そこまで大きな違いは一般的にはわからないのかなというふうに思ってます。完成度すごく高いですね。僕が今履いてるのはスキニータイプなのでかなり細身ですね。大人のデニムのシルエットなんですが、今はですね、ゆったりめだとかビッグシルエット流行ってはいて、デニムにもですね、ゆったりめのものもあったりするんですが、大人の男性ですね、特に30代後半から40代、50代以降の方であれば、やはりですね、スマートに見えるシャープなものがいいかなと思います。あまりピチピチは良くないんですが、ゆとりがあるのもですね、様にならないので、まあ、これぐらいのフィット感を目指していただければなと思ってます。痩せ型から普通体型の方であればスキニーフィットがすごくですね、足のシルエットに合いやすいかなと思いますし、まあ、ぽっちゃり体型以降だとですね、スキニーだとピタピタになってしまうので、スリムフィットなんかを試していただければなと思うんですが、これはシルエットも綺麗ですし、もうもちろんですね、ストレッチもガンガンに効いているので、すごく履き心地もいいですし、大人の男性におすすめできる新しいカラーなのかなというふうに思ってます。僕は今コーディネートなんですけども、内側にはですね、白系の T シャツを合わせて、そしてその上にはですね、ブラックのジャケットを着ているんですね。あとは足元はですね、こういった白系のスニーカーを履いてるんですが、基本的にはモノトーンの配色ですよね。ブルーが加わることでかなりカジュアルになりますが、こういったグレー系のデニムを入れてあげることで結構モノトーンでシャープな着こなしになるので、僕はこの感じがすごく好きなんですね。ブラックのジャケットだとか、もちろんネイビーのジャケットとかもあったりするんですけども、様々な色にも合わせやすいですし、大人っぽく上品に見えるこのですね、グレーデニムはめちゃくちゃ使い勝手がいいんじゃないのかなというふうに思ってます。まあ、ちなみにスニーカーの色なんですけども、どんなものが合うかというと、まあ、モノトーンで合わせるのであれば、こういった白系のレザースニーカーが合いますし、まあ、それだけではなくてブラックのレザースニーカーなんかもあるので、ちょっと履き替えてみたいと思います。はい、履き替えてみました。どうでしょうか。このようにですね、足元をブラックにしてあげるとよりシャープな印象になるかなと思うんですね。僕が今履いているのはナノユニバースのオリジナルの黒レザースニーカーなんですが、まあ、こういった形でシックに合わせてもらうとですね、まあ、場合によってはビジネスカジュアルでもいけるかなというぐらい綺麗めにまとまるので、ブルーデニムと比べるとやや大人っぽく綺麗めに見えやすいかなというふうに思ってます。ただこのデニムに対してカジュアルな多色使いのスニーカーだとか、そういったものはなかなか合いづらいかなと思うので、潔くホワイトだとかブラックの単色系のスニーカーを合わせてもらうとすごくバランスがいいんじゃないのかなというふうに思ってます。そして上もですね、こういったジャケットだけではなくて様々なものが合いますので、ちょっと着替えてみたいと思います。はい、着替えてみました。先ほどはジャケットという綺麗めのアウターを着ていましたが、今僕が着ているような綺麗めなカバーオールみたいなアイテムであれば、結構カジュアルなものでもですね、こういったグレーデニムと相性がいいので、ぜひ皆さんも合わせていただきたいなというふうに思ってます。今僕が着ているカバーオールはダークグレーなんですが、それとですね、このボトムスのグレーを合わせながらグラデーションを楽しむというのもいいかなと思いますし、あとはですね、色としてはブラックだとかネイビーにも合いますので、ぜひですね、このグレーデニム、大人っぽいカジュアルさをですね、楽しむために皆さんも持っておくといいのかなというふうに思ってます。まあ、ちなみにですね、今は秋だとか春に対応できるような着こなしをご紹介しているわけなんですが、これから真冬になった時にはですね、このようなロング丈のコートですね、今僕が持っているのはチェスターコート型のものなんですが、こういったかなり綺麗なロング丈のコートとも、こういったグレー系のデニムはめちゃくちゃ相性がいいので、結構ですね、1年を通して使えるアイテムなのかなというふうに思っています。はい、ということで今回の動画ではユニクロの数あるデニムの中でも
大人の男性に似合いやすいこちらのですねグレーデニムを皆さんにご紹介させていただきました。僕はですねこのグレーデニムが大好きでユニクロで発売されるのを結構長いこと待っていたんですね。それがようやくですねここ最近発売されるようになってかなりテンションが上がったわけですね。まあ実際に履いてみるとシルエットも綺麗ですし動きやすいしその上で色の雰囲気もですねなかなか良かったので多くの男性にもですねおすすめできるようなアイテムなのかなというふうに思ってます。いつも通りのブルーデニムに飽きてる方だとかもう少しだけトレンド感のあるものを着たいという方にはですねこのデニムはなかなか使えるかなというふうに思ってます。まあ細身のデニム自体にはですねそこまでトレンド感は感じないかもしれないですがボトムスは細身にしてあとは上半身を程よくゆったりするなどサイズ感をですね上半身と下半身で分けてあげれば結構今っぽいスタイルというのは簡単に組めますのでぜひ皆さんもトライをしていただければなというふうに思ってます。こちらのチャンネルではこれからも大人の男性に向けてメンズファッションの基本ですねなるべく分かりやすく解説したいなと思ってますのでよかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。以上スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山俊のメンバーシップチャンネル。